ないか。見たことあるやろ。やろないよ。<laughs> えなんまたそういう時だけアイドル、アイドルして、ほんまに。どこ <laughs> で見るんか?え。ほんまにないの。え、ほんまにないよ、ミルキーは。ない、ない、な,ない、ない。トークしたんですけども、今日は。あがつく言葉について、頑張って、この箱から引いてね。はい。トークしたいと思います,いいす。はい、頑張りましょう。はい。では、引きます。じゃーん。握手 悪臭悪臭悪い匂いうわ、マーチンお鳴らしたのしてないわミルキーやろしてないわみたいな。いや、悪臭は、悪臭を出してんのは、白間ミルちゃんはよく悪臭を出すんですよ。てか、ミルは、結構でもてっぺんラジオでも言ってんねんな、ミルの話は。ミルとハルちゃんの足草コンビね。ね。すごいやな。若いのにすごいなんかでも分かってん。なんで臭いか。イカを食べてんねん。え、それ、大臭ってことやば。 大衆なのかなええ、そうやろ。だって、イカの食べ過ぎで中からイカの匂い。嫌やわ。なんでやろ。え、でも、あの、なんか匂い、大衆イコールさ、フェロモンとか言うよな、でも。なんかだって、どこやったかなどっかの国では、その、まあ日本人やってはさ、まあ嫌な、そのフェロモンって言ってもそのまあ、脇の匂いとか、 カレー臭とかって、そんないいものとして扱われてないけど、他の国では、それが臭ければ臭いほど、なんかかっこいいみたいな。いけ<え>てるわ、クールみたいな国があるらしい。まあ、だってフェロモンっていうもんのそう。で、見なされて。じゃあ、見るもはるちゃんも男性、フェロモンが多いんか。<laughs> ホルモン。ホルモンいいことやセクシーってこと言っておきましょう。そう,そうそう。男性として魅力があるってことです。<laughs> それあかんやろ。女性としてじゃないと <laughs>。いいやい アダルトアダルトって。でもなんか、アダルト世代。え、見てもいいやん、まーちゃん。年齢的には。あ、実際か。見たことあるやろないよ。えあ、でまたそういう時だけアイドル、アイドルしてほんまや。見いいやろ見たことあるやろどこで見んのよ借りひんやん、ビデオ屋さんで。そうやで。え、けど見たことあるやろないよ、どこで見るんか。え、ほんまにないのえ、ほんまにないよ、ミルキーは?ない、ない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 。 グラビアイドルのなんかまあ紹介動画みたいなのは見たことあるなんでそっちの方がちょっとんかいや動画最後に違うねんでも思春期ですからはい続いていきましょうかねみんな興味ありますね続いて油ブるななちゃんよく油ブってるよねななちゃんもテカテカしてるそう鼻テカテカしてるな高みなさんもさよく言われてるやん顔テカテカしてるそれと一緒やな一緒やな よくメイクさんがな私のことはなメイク直ししに行こうへんねんけど、うん、番組の主力の途中と「なな、うん、ちゃんだけ絶対にしてるされてる」してる「してるな」「ファンデーション塗りすぎなんちゃ」<laughs> しょうがないやん。えでもなんかよくあるで、うん、なんか。 メンバーに何か会いたかったってなるとかあるあるわ。なんかたまにマーちチんとかと会いたくなる。そう最近。時とか。ミルキーに一日やってないんだけどあれ久しぶりな感じ。何やろと思ったらあミルキーにやってないとかある。次の日マーちチんやったらマーチンよ。でなる。まゆって。そうまゆう。私ねまゆうって呼んでるんですよそうやまゆって呼ぶのが好きなんです。彼氏ぶってるんですよまゆうの。続いてえアベノミックス。 アベノミクス消費税増税とかなん,か安倍さん違う何やら。安倍さんの政治ですよね。安倍政権そう、みたいな。<前>でもこの前、安倍さんと会ったわ。アセアン首脳会議。そうや、行ってたやん。<laughs> どうやったんどうもないですよ。なんか、え、あれは何、しに行ったすご,すごいところに行っちゃいました。いや ただ単に、なんかそんな、世界の首相が集まったところで、フォーチュンクッキーをね、歌うっていう。すごーい。すごいところに来てしまったと思って。すごいな。びっくりしたい。いいなー <laughs>、はい、はい、次、アルコール。あ、マーチュンも来年ね。今年<う>かも。今年の、もう4月11日には二十歳になるから。やったえ、待って、マーチュンが二十歳になったらさ。嬉しい。マーチュンが二十歳になったらやばい。 めっちゃ嬉しい。ワンちゃんワンちゃん行こう絶対行こう私飲みたいお酒があって、芋焼酎飲みたいんですよ。えこれ小4からの夢。すごいな。そう、すごいよな。なかなかないよ私、お酒飲めないんですよね。でも、ミルキーに一回頼んだことがある。なんてあの、二十歳になって、ま、間もない頃に、ま、遊園地、行った時に、何人かおったんですけど、 そこで、まあ、その、お酒飲めるのが、そのメンバーの中でミルキーだけやって、うんうんうん、で、ミルキーとか、まあ、サヤネーとかがお酒飲んでる姿を見たことがなかった <laughs> で、え、でも二十歳やんな。え、飲めるやんな。って話になって、うん、え、ちょっと、飲んでみて。マーチュン変なんですよ。めっちゃ飲んで飲んでってね。<laughs> 飲んで欲しいね。<laughs> 飲んで欲しがるんですよ。飲んでって言ったら、ほんなら、向かった一杯だけなって言って、頼んでくれて、うんうん かわっなっ人でさ一杯だけ飲んでさ顔真っ赤になってたのアホやんなもうそんなことしませんはいアンダーウェア下着本当にすぐそうやってそういうことばっかり言いたらこれな困んねんケイラとかさ若い子が来た時にさ「普通に出るやんおっぱい」とか「えっ?」ってなってさ「こんな若い子がいるのに」と思った大沼さん ちゃんと年齢18金ですよ。<laughs> <laughs> まあちょっと都合悪くなったからって。一 <laughs> <ー>個残ってるのに。<ー>アブノーマル、アブノーマル。まあよかった。ったということで、カセラ文字に「あ」がつくテーマについてのトークはここまでになります。はい、来週は「い」がつくテーマについてトークしますよー。稲葉は稲葉はが出るかなさあ。歳か。見たことある,あるやろ <laughs> ないよ。 えあんで、ねまたそういう時だけアイドル、アイドルしてほんまに。どこ <laughs> で見るんか。ほんまにないのえ、ほんまにないよ。ミルキーはない、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 ない。トークしたんですけども、今日は、あがつく言葉について頑張ってこの箱から引いてね。はい。トークしたいと思います,いいす。はい、頑張りましょう。はい。では引きます。じゃーん。握手。 悪臭悪臭悪い匂い。うわ、マーチンお鳴らしたの。してないわミルキーやろみたいな。してないわみたいな。いや、悪臭は、悪臭を出してんのは、白間ミルちゃんはよく悪臭を出すんですよ。てか、ミルは、結構でもてっぺんラジオでも言ってんねんな、ミルの話は。ミルとハルちゃんの足草コンビね。ね。すごいやな。若いのにすごい。なんかでも分かってん。なんで臭いか。イカを食べてんねん。え、それ、大臭ってことやば。 大衆なのかなええ、そうやろ。だって、イカの食べ過ぎで中からイカの匂い。嫌やわ。なんでやろ。え、でも、あの、なんか、匂い、大衆イコールさ、フェロモンとか言うよな、でも。なんか、だって、どこやったかなどっかの国では、その、まあ、日本人やってはさ、まあ、嫌な、その、フェロモンって言っても、その、まあ、脇の匂いとか、 カレー臭とかって、そんないいものとして扱われてないけど、他の国では、それが臭ければ臭いほど、なんかかっこいいみたいな。いけ<え>てるわ、クールみたいな国があるらしい。まあ、だってフェロモンっていうもんのそう。で、見なされて。じゃあ、見るもはるちゃんも男性、フェロモンが多いんか。あ、ほるもん。ほるモン,ホルモンいいことやセクシーってことも、ね、いきましょう。そうそう、男性として魅力,魅力があるってことです。<笑><笑>それあかんやろ、女性としてじゃないと <laughs> いい。いいやい アダルトアダルトってでもなんかアダルト世代え見てもいいやまーちゃん年齢的にはあるやろないよえあでまたそういう時だけアイドルアイドルしてほんまに見ひんやろ見たことあるやろどこで見んのよカりひんやんビデオ屋さんでそうやでけけど見たことあるやろないよどこで見るんかえほんまにないのいやほんまにないよミルキーはない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  グラビアイドルのなんかまあ紹介動画みたいなのは見たことあるなんでそっちの方がちょっとなんかいや動画最高じゃん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 でゃんじ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 なんじゃ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 んじなんかゃんじ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 ゃんれゃんじ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 ゃんやな。んじゃんじ